天皇陵はですね、宮内庁管轄なので、各がきれいに整備されて、参拝、していただく方をお待ちしておりますという形なんです。宮内庁ももう少しちょっと PR してもいいと思うんですけど、現地の近くまで行かないと、駐車場があるかどうかとかいろんなことがわからないので、大変なんです。ここは7、8台止めることができます。今は天皇陵といってお墓なので参拝してからちょっとこう周囲を回ってみるとか行けるところですね。していただければと思いますけどね。今いるのは、円墳の方ではなくて宝墳の後ろの方ですね、に当たります。大きすぎて天皇は偉大なんですね。前景が分かんないで、手前側に地図がありましたけど、非常に大きな、やっぱ作ったら大変でしょうね。昔ですからね、手彫りですから。この周りずっと民家がもう結構あるので、向こう側にもう一つ、前方後円墳の天皇陵の外の側にもう一個古墳があって、近くはぐるっと車で回ることができます。ぜひぜひ行ってみてください。